若かった頃の顔立ちや体型を取り戻したい方へ、顔や体の形がなぜ崩れるのかを解説する動画です。顔の形は日々変化し続けています。でも正常であれば翌日には元の形に戻っています。もしどこかに不具合が起こると元に戻らなくなり、その積み重ねで老人の顔に近づいていくわけです。顔の変形は体型の崩れにまで実は影響を与えています。ダイエットしても筋トレをしてもなぜか元のバランスに戻らない、体型が崩れてしまったまま、これ顔の変形が影響している場合があります。形が崩れることは諦める必要はありません。皆さんの参考になればと動画をアップしています。ぜひチャンネル登録をしてください。はい、皆さんこんにちは。肌張力整顔法の黒川です。今まで上げた動画1から12までは整顔法の基本となる考え方をお伝えする動画でした。今回の動画は整顔法を体験されているお客様、その質問や疑問にお答えする動画となります。初めてご視聴される方は、過去の動画で説明した顔変形の概念やアプローチの考え方をご覧になってからご視聴されると分かりやすいかと思います。肌張力整顔法は3つのアプローチから顔の変形に取り組んでいます。1つは施術、2にストレッチ、そして重要なスキンケアです。その活動として体験されているお客様から限定して少人数制の講習コースを設けています。内容は変形に取り組む日々のスキンケアのレクチャーと、それに合わせて顔変形の知識、それをお伝えする勉強会。整顔法のスキンケアをお伝えするには知識と理解がとても必要です。決められた基本の方法を正確に行うことも大切なのですが、ご自身の顔の状態に合わせて手法もアレンジできる判断力と技量がないと顔変形には対応できません。そのためには自分の顔に何が起こっているのか、何をすれば良いのか悪いのか、その理解があるとスキンケアはルーティンのように行うものではないということに気がつき、洗顔が顔の形にまでアプローチできるという驚きが実感していただけると思います。それでは勉強会のメンバーからの質問。鼻のこの骨にどうアプローチしたらいいのでしょうか。目の形に影響が強いと感じるのですか、というご質問です。この骨とは鼻の穴の入り口にあるここ鼻前庭と呼ばれる鼻毛が内側に生えている部分ですね。解剖学的にはまだ粘膜ではなく、ここは皮膚です。通常ならばここに指先を当てると硬い骨を感じるということはないはずなんですね。なぜかというと、その周囲にしっかりとした組織がまとわれているので、こうどうしてもその厚みによって骨まで感じるということはさほどないはずなんです。それがダイレクトに骨を感じていらっしゃる、それ自体が顔の配置がずれて起こる変形の典型的な現象です。ご質問された方は顔の変形で特に目元に違和感を感じておられました。ですから顔変形に対応するスキンケアでも特に目を意識して実践されて、ある程度の改善が実感できていらっしゃるのですが、そこから先進まない、もっと欲が出てきた、そして今度は鼻に目を向けた時に鼻前庭の奥にある骨に気がつかれたんですね。アプローチの視点が目から鼻へと向かう意識の変化、これは改善に取り組むご自身の経験の中で、顔の変形は部分的なものではなく互いの連動で起こる現象であり、それぞれ改善を図らなければ答えが出ないということを実体験されたということなんですね。では鼻前庭の骨、原因を説明する前に整顔法の鼻の捉え方をお話ししておきます。顔の変形という視点において鼻という顔のパーツをどう捉えているか。顔の中心にある鼻は顔の動きに対してバランサー的役割を担うものとして位置づけています。高さのある立体構造のある鼻は骨という土台に軟骨が乗っかり、その表面に皮膚がかぶさっています。いくつもの軟骨が屋根のようにくっついていて、中の空洞を維持しているわけですね。しかも鼻先を指で動かすと自由に動くように、軟骨同士のつながりにはゆるい遊びがあります。口や目の大きな動き、表情の微細な動きに対して顔の中心にあり柔軟性のある鼻は動きの波をいなすような何らかのバランサー的役割を果たしていると考えています。ですから口や目に違和感がある場合、鼻の位置のズレが一対のように起こっています。
自分では笑っているつもりなのに顔の動きがついてこない、感情がそのまま顔の表情として連動していない違和感、その原因は主に鼻の動きの硬さ、位置のズレにあります。そして遊びのある軟骨同士の結合でできている鼻は変形しやすいわけですね。以前の動画でも説明しましたが、変形から来る眼輪筋と口輪筋の輪の広がりは中央の鼻で繊維が複雑に絡み合い、鼻の位置を下方向にずらしています。すると鼻のズレはバランサーの役割を担いきれず、目や口、表情の動きの違和感につながり、その動きの負荷によって顔全体の癒着が加速してしまうわけです。鼻前庭の骨、これは鼻の位置のズレから起こる現象です。それではこの現象、次の動画で解説してみます。